言いたいことがあるんです。自分、後楽園ホール大会でトライアングルギボンに挑戦したいです。うにゃんうにゃんうにゃん。でも猫さん、若手にどんどんトライアングル挑戦したいって言ってたの。やっと来ましたね。はい、ということで3月21日後楽園ホール大会トライアングルリボン選手権試合、王者新田猫対挑戦者宮城もち対挑戦者キュウリ決定です。絶対に取りたいと思います。場所を発表させていただきます。場所は
3月21日のアイスリボンコールデンホール大会です。ただし条件があります。受験に合格したら、はい、タイトルマッチをコールデンホール大会で行います。していることを祈ってタイトルマッチできるように頑張ります。ありがとうございました。本日、入場者数が115名以上ですと、またまた、アイスリボンの1ヶ月の平均登場マッチの、来場者数新記録更新という形なんですね。それでは発表させていただきます。本日の入場者数は117名。同場マッチがですね、どん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 お客さんがおかげさまで増えまして、もっともっと広げていこうと思っているんですね。なのでもっと大きな会場で出張同場マッチを行います。日時は8月の17日、場所は後楽園ホールです。このままのアイスリボンを、もちろん座談会ですとか、そういったものをちょっと同場マッチをそのまま後楽園ホールに持っていきたいと思っています。アイスリボンの年後楽園1回また増えます。